フアン・フランコとフアン・フランシスコ・トーレス・ベレンは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県アリカンテ出身のサッカー選手。スペイン代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。レアル・マドリードのカンテラ出身で、2004年にプリメーラ・ディビシオンデビュー。しかしトップチームではほとんど出番がなく、2005から06、シーズンはエスパニョールにレンタル移籍した。 エスパニョールではコパデルレイの優勝に貢献した2006から07シーズンよりオサスナに移籍4年契約で最初の2年間はレアルマドリードが買い戻しオプションを保有していた2009年1月18日のレアルマドリード戦では PK となるべきファールを2度も受けたがどちらも誤審によりイエローカードをもらったペレスブルイ出身に 倒れるならもう少しうまくやれと忠告されて退場処分を受けたが、試合後にブルイ主審は誤審を認めた。2011年1月、遺跡金500万ユーロでアトレティコメドリードへ遺跡した。当初はスタメン出場は少なく構想外になりかけたが、ディエゴシメオネ監督が就任してからは右サイドバックにコンバートされ、2012から13シーズンは35試合に先発出場した。 2017から18シーズンの第7節 CD レガネスセンデアトレティコマドリード通算300試合出場を果たした。2018年6月22日にはクラブとの契約を2018から19シーズン終了まで延長した。2019年5月23日契約満了を迎えるにあたりこのクラブを退団することがクラブより発表された。また、 アトレティコ・マドリードでは公式戦3 5 5試合6ゴールを記録し、2度のヨーロッパリーグ制覇を成し遂げた。2019年8月3日、ブラジルのセリエ A サンパウロ FCA1 年契約で加入することが発表された。ワールドユース選手権には、スペイン代表として2003年の UAE 大会と2005年のオランダ大会に出場。UAE 大会では、 チームの準優勝に貢献。その後は U-21 スペイン代表へ着実にステップアップしている。2012年5月26日のセルビアとの親善試合でフル代表デビューを果たした。2012年怪がで離脱したカルレスプジョルの代役として UEFA ユーロ2012のエントリーメンバー23人に選出され、スペインの連覇に貢献した。 2013年11月16日の赤道ギニアとの親善試合で得点を挙げたが、後に FIFA フフによって試合自体が無効扱いされたため代表初得点は認められなかった。2014FIFA フフワールドカップではオーストラリア戦でダビド・ビジャのゴールをアシストした。2016年に UEFA ユーロ2016に出場した。2019年5月31日現在。 出店出店、ありがとうございます。